はいどうもこんにちは。ここ村チャンネルのしゅんすきです。今日は爆速で倫理を復習していきたいと思います。まずは源流思想編です。まずはギリシア思想。最初はミュトスの時代ということで、これ神話のことです。何か現象が起きた時にギリシア神話などで説明していたんですね。それがいつしかロゴスの時代に突入します。これは理性のことです。世界は一体何でできているんだろうということを真剣に考えるようになりました。その万物の根源こそ、ある系と呼びました。そしてそれを探す人を自然哲学者と言います。代表的な対応表がこちら。ターレスが水、ピタゴラスが数、ヘラクレイトスが非、デモクリトスが原子、それぞれがこれがある系だと考えました。しかし そんな実際に確かめられないことからよりも人々の関心は目の前のことに移っていきますアテネで直接民主制が発展したことにより人々は多く話し合いをするようになりましたこの弁論で勝てた者が多くの富と名誉を得ることができたのですなので人々は弁論術を教えるのがうまいソフィストのもとに支持するようになりましたソフィストは絶対の真理なんてないんだという相対主義を抱え圧倒的な議論の強さを見せましたしかしこれはいつしか真理を追い求めるためのものではなく議論に勝つための機弁となってしまいますそんな時に現れたのがソクラテスですソクラテスは真理を追求しようということを周りに啓蒙します まずデルフォイの信託によりソクラテスに勝る知者はいないと言われます。ソクラテスは自分が無知だということを知っているのでそれに困惑します。そしてその後、知者と呼ばれる者との会話を通じ皆知ったかぶりをしているだけだと気づきます。そしてソクラテスは無知を自覚している分、自分は他の人間よりは賢いんだということを悟ります。そして自分たちは何でも知っているんだと思い込んでいる人々に無知の知を気づかせることを自分の使命とします。その際に使ったのが問答法です。そしてソクラテスはよく生きることを重視しました。そのためには魂への配慮が大切だと説きます。そのためには善や性を知ることが大切です。善や性を知ることによって知恵� 知徳合一徳合一、徳一,副徳一が実現されます。徳一というのは良いことを知っていれば自然と良い行いができるということです。知徳合一というのは善や性を知ることによって優れた在り方が実現するということです。この徳のことをあれてというふうに言います。 アレテイというのは卓越性のことで馬のアレテイは速く走ることナイフのアレテイはよく切れることですが人間のアレテイはよく生きることですこれが善や性を知ることによって達成されるんだということを説いていますそして徳が実現することにより幸福に生きられるんだということも説きましたこれが福徳一ですこんな思想を持っていたソクラテスですが無知を自覚させる行動が一部から反感を買い青年を堕落させた罪として死刑を宣告されますそんな国家に殺されたソクラテスの弟子であったのがプラドンです彼はソクラテスの理論をさらに発展させたイデア論に加えもう二度とソクラテス死刑のような悲劇を起こさないための国家づくりを考えました はイデア論です。イデアとは物事の本質のことでイデア界に存在します。そしてイデア界にあるイデアを現実世界のものが分有しています。例えば目の前にある花は美のイデアを持っているから美しいというふうに我々は感じることができます。我々はその美のイデアを見ることによってイデア界のイデアを想起することができるのです。なぜ想起、思い出すことができるのかというと、これは過去に我々がイデア界に魂が存在していたからです。現在は肉体という牢獄に縛られて現実界にいますが、かつてはイデア界にいたんですね。なので我々はイデア界に対して強い憧れがあります。この憧れのことをエロースというふうに言います。 がが早期のの原動力となっています次が魂の三分節です次魂でプラトンは魂を理性、気概、欲望に分けましたそしてまず理性が知恵の徳を発揮することによって理性は気概や欲望をコントロールすることができますそしてうまくいけば気概は勇気の徳を欲望は節制の徳というのを発揮します欲望は逆にうまく抑えつけた結果ということですそしてこの3つの徳が実現することによって正義の徳が実現しますこの4つの徳のことを資源徳と言いますプラトンは魂の3分説を国家にも当てはめます 国家は上から統治者、防衛者、生産者に分けられます。この時まず統治者が知恵の得を発揮します。つまりイデアを認識できるような優れた統治者だということです。そうすることによって統治者はうまいこと生産者や防衛者をコントロールすることができます。防衛者は勇気の得を発揮し、生産者は節制の得を発揮する。これによって国家の調和が保たれると説きました。このためには統治者がイデアを認識できる優れた人物でなくてはいけません。このようにトップの人間が優れた哲学者であるような政治を鉄人政治と言います。この優れた統治者を養成するためにプラトンが作ったのがアカデメイアという学園と というわけですそんなアカデミアで育った男がアリストテレスです。アリストテレスはプラトンのイデア論に反響を翻します。そもそもそんなイデア界など存在しないということでプラトンを理想主義として批判します。アリストテレスはエイドス論というのを唱えます。目の前に鉛筆というものがあったら、その鉛筆のイデアが別の世界にあるのではなく、その鉛筆の中に本質というものが内在している、そのようにアリストテレスは考えました。その本質部分を形作っている素材の部分を質量比例というふうに言いました。この場合でいうと、質量比例というのは木や黒鉛のことですね。アリストテレスは徳についても 考えます徳というのは魂の優れたあり方のことであり大きく分けて知性的徳と倫理的徳です知性的徳とは理性が十分に働く状態のことですこれはさらに知恵と資料に分けられますこの知恵を発揮しまくり真理を純粋に探求するような生活をテオリア的生活と言います資料というのは中央の判断をするところです中央というのはいい感じのバランスをとって適切な中間を選ぶことですこの中央を実践することにより倫理的徳が身につきます倫理的徳というのは良い習性が身についた状態のことですそして最後に正義ですアリストテレスは人間は本来ポリス的動物であると と話しており人が共同体をを作るる動物であることを語っていますその共同体のためには正義と友愛、フィリアが重要です。そしてその正義とは具体的に何なのかというと、まず全体的正義と部分的正義に分けられます。この全体的正義というのは全体にかかる正義ということで、これ法律の部分です。部分的正義というのは細かくいろんなところを調節していくイメージです。配分的正義というのがまあよくやった人に褒美をやろうみたいなそういうやつで、調整的正義というのは損得の不公平を是正するものであり、例えば刑罰や保障です。お次がヘルニズム思想です。最強の王アレクサンドロス大王によって広大な 土地が統一されましたその時に小さな共同体は崩壊します絆を失った人々は心の平穏を保つために頑張り出しますその時の派閥がエピクロス派とストア派ですエピクロス派は階層がエピクロスそして快楽主義ですねストア派は階層がゼノンそして禁欲主義ですエピクロス派の理想の状態はアタラクシアこれは感情の気付がない平坦な状態ですストア派のアパティアはめちゃくちゃ我慢している状態情念がない状態です 禁欲なんでね。こっちの隠れて生きようというのは、都会にはストレスが多いので、田舎に帰って友達と一緒に仲良く暮らしましょうとそういう生き方です。ストア派の自然に従って生きようというのは、まこれも情念を我慢しろというお話です。自然というものは、本来理性に従って動いているにもかかわらず、人の中には情念というものが存在していて、それが不自然だということをゼノは語っています。ユダヤ教に入っていきます。もともとものすごく苦しい奴隷のような状態だったのですが、そこからモーセが現れます。なんとかそこから逃げ延びる時に神様から十戒というものを授かります。そこで、神様はユダヤ人と契約を結びます。このルールを守れたらお前らは救ってやろう。でもルールを守。 ときににははお前らには裁きが下るぞというススタンスですこのような立法中心の状態を立法主義と言います。特徴としては左側です。まずヤハワイが唯一神。聖典は旧約聖書。ユダヤ人は神に選ばれた民族であるという先民思想があります。 結局、この先に訪れる週末の日に救われるのはユダヤ人だけというのもこの先民層です。そしてその週末の時期にユダヤ人を救いに行くメシアというのが現れます。本んなユダヤ教ですが最終的に形式的立法主義、形さえ立法を持っとけばオッケーのようになってしまってイエスに批判されます。イエスはユダヤ教の生活圏に生まれていながら形式的立法主義を批判します。時は道、神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさい。この悔い改めてというのは現在のことを指しています。人は皆罪人なので神に救いを求めようという発想はイエスの頃から存在しています。ここ勘違いしないようにしてください。この心の貧しいあなた幸せ でですすよとと書いいてあるののこれ三条の君というイエスの有名な説法ですキリスト教は愛の宗教と呼ばれていて3つの愛があります。1つが神の愛、アガペーです。神は悪人だろうが善人だろうが平等に愛をくれます。そして我々がやらなければならないのが神への愛と隣人愛です。 神への愛は、神を信じなさいという話。隣人愛というのは、お互いに、すべての人間を愛しなさいというお話です。この隣人愛の隣人は、隣の人でも何でもなくて、世界の人たちすべてです。神様から見れば、もう全員隣人みたいなもんですから。そしてその隣人愛の達成のために重要なのが黄金律です。何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよということですね。しかし、そんなイエスですが、最終的には十字架形に処されてしまいます。そしてその十字架形から3日後に一番弟シペテルの前で復活し、昇天します。そこで、うわぁ、やっぱりイエス様ってすごかったんだ、というふうになります。これがキリスト教の誕生です。 ここで新約聖書も作られます。そしてキリスト教不教において重要な役割を果たしたのがパウロ・アウグスティニス・トマス・アーキナスです。パウロはもともと熱心なユダヤ教だったのですがイエスの啓示を受けキリスト教に変わります。もともと立法が大事だと考えていたが結局これでは救われない信仰がやっぱり大事なんだということで信仰義に移に目覚めます。結局神様を信じることが大事なんだなということになるわけです。しかしこの時パウロは周りからのイエスってなんでそんなにすごいのに十字架刑で殺されちゃったのというツッコミに答えなくてはなりませんでした。そこで考えたのが食材です。イエスは原罪に対する償いをして代わりに死んでくれたんですよということを言ったんですね。 これが罪をあがなうということで食材です。そして時は立ちアウグスティヌス。彼はプラトン哲学の影響を受けながら進学を整えます。これを恐怖哲学というふうに言います。恐怖というのはキリスト教の正当な教義の確立に努めた指導者です。後世のキリスト教に多大な影響を及ぼしたので最大の恐怖というふうに言われています。アウグスティヌスが上手かったのは次の恩寵説です。人間は現在を持っていますよ。神の恩寵でしか救済されませんよ。そしてその救済の場所は教会なんですよ。ということをアウグスティヌスは言います。これにより教会の地位を確立させました。次三位一体説。神は一つであるが、父、子、精霊という三つの姿を持つと よくわからないいことを言っています最後は神の国歴史は神の国と地上の国の対立であるとしました神の国というのは教会のことで地上の国というのは普通の国家のことです当時教会と国家はバチバチの状態だったのでそういうことですそして最終的に神の国つまり教会が勝利すると考えていましたそしてその900年後トマス・アキナスが登場します彼はそこら哲学を大成させます哲学は神学の次書であるという言葉も残していてこれは哲学より神学の方が上だということを表しています次がイスラームです神はアラー聖典はクルアン創始者はムハンマドです偶像崇拝の徹底的な禁止 しそして来世に究極的な価値を置く終末思想だということも押さえておきましょう徹底した平等主義であり聖職者などはいませんムハンマドですら神の前では平等ですイスラームにはキリスト教のような現在思想はありませんちなみにこれちょっと混ざりやすいのですが偶像崇拝はユダヤ教であろうがキリスト教であろうが禁止ですでもイスラーム教が特に徹底して偶像崇拝を禁止しているという状態です六神五行という重要な概念がありますこれは6つの信仰の柱と5つのやるべき行動を表したものです六神は神天使預言者聖天来世天命で五行は信仰告白、礼拝断 断食記者、巡礼です。信仰国家はアラーの他に神はなし、ムハンマドは神の人なりと唱えることです。礼拝は1日5回定時にメッカに向かってお祈りを捧げること。断食はある特定のシーズンに日の出から日没まで飲食を断つこと。記者は貧しい人への寄付。巡礼は一生に一度はメッカへ巡礼しなさいということです。次、仏教なのですが、仏教以前からお話しします。有名なのがバラモン教です。ここはカースト制度が存在します。バラモン教の中心室はウパニシャット哲学というものです。世界はボン・ブラフマンとガ・アートマンに分かれています。ボンというのは宇宙の根本原理のことで、ガというのは真の事故のこことです。これらが一体 ととなったボンが一のと言いますこの辺はワードを押さえていただければ大丈夫です。ジャイナ教に関しては、快ソがバルダマーナであるということと、徹底的な不摂症、それだけ押さえておけば大丈夫です。次はブッダです。もともと王子という恵まれた環境だったのにもかかわらず、世界は苦しみに満ちているということに気づき、出家します。そして6年間も苦行を続け、骨と皮だけになれも、何も得られなかったので苦行を捨てます。そして最終的にブッダ街の菩提樹の下で瞑想して悟ります。そこで悟った内容がこちらです。まず死体、これは4つの心理のことです。まずは苦体、人生は苦しい。さまざまな具体的な句として宿泊が語られています。宿が 病その章の中には具体的に愛別陸御蔵役夫徳く御雲城区というものがあります。 愛別陸は愛する者と別れること、恩曹役は憎む者と出会うこと、愚不得区は求める者が得られないこと、御運情区は心も肉体もさまざまな執着があるということ、これら宿苦八苦によって人々は苦しめられています。ブッダの中心思想として縁起の法というものがあります。これは全てのものは原因がある、関係性によって成り立っているという考え方です。なのでこの区というものも何か理由があるのではないかとを考えました。そしてブッダは最終的に実体、これは煩悩が集まっているせいだと考えました。ならば滅体、煩悩を滅せばいいんだという考えに達します。ではどうすればいいか、それは動態であると。発 修行することととによって悟りを開くここができると考えましたこの発正道は中道という特徴を持っておりこれは苦行とも快楽的な生き方とも異なる修行法ですそしてそのブッダの教えをまとめたものが司法院ですまずは一切改く。生老病死の苦しみからは離れられない諸行無常この世で作られたものは必ず滅する死を自覚し今を真面目に生きようという思想諸法無我全てのものは関係性で成り立っているためあなたではないとにかくあなたがあなたにとって重要だと思っていることの全ては結局あなたにとって無意味なのであるとそういうことを言っています例えば自分の家を失った人がいたとしてその家はあなた本体とは関係があり なのでその家にも執着してはいけない極論を言えばすべてのものはあなたとは関係ないなので執着してはいけないこれが処方無我ですそして無情や無我を繰り返し確認することによって苦しみが消えた涅槃の状態にたどり着くことができますこれが涅槃弱情という心理ですそしてブッダはこれで一人でも多くの人を救おうと考えますこれはブッダに慈悲の心があるからです慈悲というのは性のあるものすべての平和幸福を願う心ですそしてブッダが死んだ後も仏教の発展は続いていきますブッダの死後仏教についてもさまざまな解釈が現れますそのうちの保守派が上座部仏教革新派が大衆 しかし、上座部仏教は自らが悟ることを意識していたため、お前らは少ない人数しか乗れない乗り物だなということで、少女仏教と呼んで馬鹿にしていました。対して大乗仏教は菩薩というものを理想としています。これは全ての生き物を救おうとする人たちです。結局、上座部仏教はこういう風に伝わっていき、スリランカや東南アジアへと広がっていきます。なので、南伝仏教と呼ばれています。そして大乗仏教はこんな感じに伝わっていって、最終的に日本に到着します。なので、北伝仏教と呼ばれています。大乗仏教はみんな救おうという思想なので、一切主情、死通仏教という考え方を持っています。これは全ての主女、生きとし生ける ものは仏性を持っているんだよという考え方です。この仏性というのは悟るための素質のようなものです。 この大乗仏教の代表的な思想家こそがこのリュウジ樹、ナーガールジュナです。空の思想というのを考えます。空というのは関係性の中で成り立っているだけで実体のないもののことです。式というのは目で見たり触れたりできる物質的なものなんですが、リュウジ樹はこの式と空というのをイコールだというふうに捉えました。つまり目の前にある触れるものは実は関係性の中で成り立っており実体などないということです。最後に中国思想です。春春戦国時代というキングダム的な世界観の中、優れた思想家や政治家を各国が奪い合います。その時の優れた思想家のことを諸子百家と言い、大きな派閥として儒家と同家というのが しましょうまずは孔子です。孔子は儒教の創始者で、とにかく愛が大事だということを言います。その愛こそが仁です。もう一つ重視したのが霊です。これは形式的な社会規範のこと、マナーみたいなものです。この仁と霊に関して国旗腐霊という言葉があります。これは己に勝ちて霊に膨ろう仁となすというのですが、まず仁のように心に愛があるだけではダメで、それに対してちゃんと霊というものがついて、そして自分のわがままを抑える国旗というものが加わることによって人が実現するんだよと、そういう話をしています。最後に特殊主義。これは人と霊を身につけた人が得で人を治めるべきだという考え方 です自己が素晴らしい人となってその得で人々を治めることを宗孤知人と言います次は申しです申しは性善説を唱えています人間の本性は善であると人間は生まれながらの良い心である死体の心というのを持っているとそしてその中の具体的な心というのが即因の心集合の心事情の心是非の心ですその中でも重要なのが即因の心他人の不幸を見過ごせない心です例としてよく出されるのが井戸に落ちている他人の赤ん坊を見かけたらあなたは助けるでしょうとやはりあなたには他人の不幸を見過ごせない心があるんですよとそういうふうに申し主張しますそしてそれを実現することによって取得というものが発揮 されます側員の心は人の徳として発揮されます。その他主徳としては仁義霊地というものがありますので覚えておいてください。こうやって国民はいい人なんですよということを王様に言って、あなた、王道政治をしなさいよと言います。君主が人民のために行う理想的な政治のことです。これに対してダメな政治が波動政治、君主のための支配的な政治です。これは液性革命によって潰されてしまいます。この液性というのは、性というのはこれ名前ですね。これ液というものがこれ変えるという字です。わかりやすいので言うと中国ってまあ何回も名前変わってるわけじゃないですか。だから政治が潰されて新しいものになると名前が変わるという発想があるんですね。なので液革 革命です次、巡視。性善説とは対照的に性悪説です。人々は欲望に支配されているので、ちゃんとしっかりと強制しなきゃいけないよというのが霊地主義ですね。そしてその後、しばらくしてから儒学を発展させたのが朱子学です。特徴的なのが理人間論。これは万物が理と木からなっているということを指しています。理というのは万物を成り立たせる原理で、木というのが素材のことです。この理に従って木というものがうわーっとくっついたりして、一つのものを形成しています。そして人間の本性は理であるというふうに説きます。それが生息理です。人間の本性はり、つまり良いものであるにもかかわらず、実際のところは木が集まって できた肉体によっっててて歪められてしままいいると言いますこれを本来の性質である本念の性が欲や感情などの悪い性質である気質の性に変化してしまっていると表現していますじゃあ一体どうすれば本念の性に戻せるのかそれは虚形きゅうりです虚形というものが慶、慎みを持つつまり欲を抑えるということきゅうりというのが理を治めるつまりめちゃくちゃ勉強するということです欲を抑えてめちゃくちゃ勉強することによっていい感じになれますよと言ったんですねしかしこれに反発して現れたのが王陽明の陽明学です朱子学は我々が持っている自然な心の情動をそれは本来のものではない本来は なんだということを主張していますが。 王陽明はそその心こそが理であるつまりその自然な情動こそが本体なんだということを言いますそれが心即理です朱子学のように理は外側にあるものではありません実践をすることによって心が理を生み出すのですそしてその心の本体のことを領地と言いますこれを発揮することを知領地と言いますそして勉強ばっかしている朱子学に対して知は実行しないと意味はないんだ実行することこそが真に知ることなんだそれが知行合一です行動することによって初めて知ることができるということですね最後にどうかとその他をやっておしまいですこの辺はちゃんと理解しようと思うとややこしいのでワードを押さえていきま まず老子の中心思想が道です。万物を成り立たせている原理。これに近い在り方をしているのは水です。理想としては無意自然。人為的なことを下げて道に従いありのままに生きる生き方です。赤子のように無欲素朴になり弱々しく謙虚に生きることで達成できます。そして理想の国家は小国家民。小さい国で少ない民で暮らすと。今の中国みたいにどんどんバカでかくなっていくのは良くないということで、これは自覚批判にあたります。そしてこの老子の分かりにくい思想を割と分かりやすく話したのが創始です。まず道から見れば全て同じ価値なんだということが万物制度です。それをしっかり理解している人 こ人になることができます心を空っぽにして知や感覚を忘れる心彩座望をすることによって世界と一体となりおおらかな自由な境地に遊ぶつまり小用をすることができますこのの辺よくくわからないいと思うのでワードを押さえてくださいそして本当にラストで牧師兼愛というのは互いに愛することそれこそがお互いに利益のあることなんだと話しますなので戦争してはいけませんという非公論ですただし自衛戦争は仕方がないので OK です貫癖これは放火です 法治主義ということで法律で治めると。法律や刑罰で新商・筆罰の政治をしようというのがこの人の考え方です。ということでおしまいです終わりやっと終わりました。あー死ぬかと思った。お疲れ様です。いやもうマジでめちゃくちゃ疲れた。あーこれを見た皆さんもっと疲れたんじゃないかというふうに思いますが。 あーあ、疲れたな。これを最後まで見るなんて皆さん頑張りましたよ、本当にね。なるべく全体を網羅できるように解説したつもりではあるんですが、もちろん全部は解説していません。そのため、詳しく知りたい人は僕の通常授業を見てください。まほんととにかく勉強頑張ってね、みんなね。最後まで見てくれてありがとうございます。